ハローバンワーセツです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、5つ目になりますかね、新武器紹介やっていきます。レバーアクション、バリアント名、戦慄ですね。こちらを今回は紹介していきます。いや、レバーアクション、すごくかっこいいスナイパーですね。こちらですね、高い連射速度と、胴より上ならワンショットキルが可能なボルトアクションスナイパーライフルといった説明になっております。胴より上ということで、それと同じ性能といったら、リー・エンフィールドあたりでしょうか。で、相談数が6発。拡張マガジンをつけると9発に増えますね。撃つとこんな感じです。これが最高レートになりますね。なんだろう、連射速度は早めなのかな。やっぱボルトアクションの中では早めなんだろうとは思いますけど、説明の通りでしょうかね。覗き込んだりすると、ああ、早いですね。こうしてみるとなんかすごく早く感じましたね。クイックショットだったり、ドラッグショットだったりは、まあ、毎度のごとくできると思うんですがね。そんな連射しても、上にブレていくような感じではないので、あの、害悪ですね。シモノフ使った後だと、このレバーアクションがすごく使いやすく感じると思います。ではサイトですね、この標準のスナイパーライフルのスナイパースコープですね、まあ、これなんですけど、まあ、これ毎度のごとくね、この一級射手を使ってちゃんと息を止めた状態で狙ってエイムアシストをつけて撃っていった方が確実に当たりますので、それおすすめなんですけどね。もしこのスナイパースコープが苦手という方がいらっしゃったら、こちらの4倍率サイトですね、これをつけていくか、新実装されたこちらのアイアンサイトですね、これを使っていくか、そのどちらかですね、サイトありますのでおすすめですね。で、これすごくアイアンサイト見やすくなっていますね。で、このレバーアクションに関しましては、4倍率サイトとアイアンサイトともにエイムアシストがついちゃってるので、とっても狙いやすくなっておりますね。だから、スナイパースコープが本当に苦手な方はこの2つはおすすめですね。で、リロード速度なんですけど、このスナイパーはちょっと特殊で、一発ずつ込めていくんですね。ショットシェルみたいな、ショットガンスタイルですね。あれと似たような感じで。だから全弾撃っちゃうと6発ちゃんと込めるので、その分時間は取られますが、リルキャンとかするとその込めた弾数で戦っていけるので、4発でいけると思った時は4発で即座に狙っていくような感じでしょうかね。これはもうメリットデメリットあるかと思いますが、嬉しい仕様ではありますね。スナイパーが得意な方とか、一発入れてもすぐに撃っていけるみたいな感じの感覚ですので、これとても強みになると思います。ハッスルをつけるとこんな感じです。はい、一発だけ入れるのには本当に速くなっていますね。全弾撃つと、このくらい速くなりますね。はい、ではですね、胴より上がワンショットキルということなんですが、正確に測っていきたいと思います。胴より上ということで、だいたいこのお腹だと多分ですね、中大ダメージかな、入りますね。これでハンドガンに切り替えて一発でも撃つと簡単に倒せますので、そうですね、倒せないと思ったらサブエポに切り替えて撃つこともおすすめですが、サイドバックのとこですな、ここでダメだったので、ちょっと上あたりですかね。あ、溝落ちあたりですね。ここで、そうですね。やっぱり胴より上ですので、そうですね。溝落ちあたりを狙うと、ワンショットキル可能ですね。では、次に腕を狙っていきます。というか、手ですね。ああ、やっぱりこれはリーエンフィールドもそうだったんですが、あと、三式歩兵銃ですね。あれもそうだったんですが、腕とか手先狙ってもワンショットキルですね。3式歩兵銃じゃなくて3パチ式歩兵銃でしたね。ごめんなさい。で、次は、もう当然足とかは一発ではないので、この辺り狙っても大ダメージしか入らないですね。せっかくなので足を狙ってどのぐらいダメージが入るのか見ていきます。こ
これも変わりませんね。もう胴より下は全部一定のダメージになっていますね。 ADS 速度も速く連射性能も備わっていますので、クイックシューター向きですね。それでは実際に使っていきましょう。はい、今回はですね、アイアンサイト拡張マガジンラピッドアイアですね。これで頑張っていきます。で、通常のスナイパースコープも作ってきておりますので、痛い。頑張って、それも使いながらやれていけたらなと思っております。まずは、外しちゃった。へへい。よっしゃ。下がってくるんじゃないか。うん、当たらないか。さあ、こっち来い。ぞっ。反応早し。だが、しかし、俺はここでスポンなんだ。あ、やべ。喋りすぎた。調子乗った。今の喋りすぎてて、なんかすんげ集中できなかった、手元が。よいしょ。いいね。すんげね、アイアンサイト使いやすいんですよね、この武器。もう BO2 の頃のバリスタを思い出す感じで。とても好きだ。よいしょ。うわ、惜しい。で、このちょっとねドットサイトが黄色くついてるのがね、さらに狙いやすくて好きなんですけど。 OK、 2発当てたぞ。あ、全然全然ダメ。ちょっと待って、リロードさせてください。前から来そうですね。おっと、リスポンしたな。危ねえ。で、半分15キルぐらいしたらスナイパースコープに切り替えて撃っていきます。よし、来てるね。特にエイムアシストがついてるからね、あの外役と違って、シモノフと違って。だからすんげえほんと狙いやすいんですね。いる、多分いるよね。そこに。近い。外しちゃった。気づいてない？俺もバカか？危ねえ。ふう。で、今回レクイだから、そんな必死に連続キルしなくてもいいんだけど。いたな。気づいてないね。外すね。当たったけど、おお。え、これ無理じゃね？あ、いける？どこ行ったあの人。もうちょいリロードしたいけど。今いたな。チラッと見えたぞ。落ち着いて、ここは9発ちゃんとリロードしとこうか。オッケー。で、そこに梱包仕掛けてと。なんでいるの？どこから生えてきた？だな。あそこにいるの分かってますよ。戦闘機乗りに機銃掃射を要請しろ。あと、うお、ちょ、はい、焦っちゃった。当たんないのか。機銃まで行きましたけど。おお、すごい、貫通したね。くっ、焦ってるな。あと一発。ここはリロードしよう。あ、引っかかってる。リロードしよう、リロード。うん、落ち着こうか。そろそろ変えておこうかな。9発をしっかりリロードして。こうしてみると、やっぱりね、レバーアクション、え、違うね、レバー、噛みすぎ。レバーアクションがすんげえかっこいい。上かな。狙ってこない。ということは、またこっちを見て。おお、すごい動き。よっしゃ。出てきてくれてありがとう。わー、取れた。よし、当たった。惜しいぞ。来てる。うわ、こっちか来るか。いる。うわ、当てたけど、あれお腹だったかな。さて、コクイナで、滑空とか行きましょうかね。次、スナイパースコープだから、じゃあ、アイアンサイトに慣れてるから、どうでしょうね。行けるかな。行けるか。あー、一人か。この辺かな。誰も中にいませんように。いやー、よしじゃない。オッケー。その人は中にいるな。さあ、結構キルできましたよ。外していく。その隙間から狙うのはうまいな。だが、しかし、後ろからリスポンするんだぜ。あ、爆発して、爆射してないの。左怖い。いない。で、構えんのも早いから、ほんとバリスなんだよね、この武器。見た目よし、性能よし、完璧じゃないか。敵が通らないぞ。あ、一人多分奥にいるんだけどね。スナイパーだからわざわざ自分から出向くことはない。
けど誰も来ない。拉致があかんぞこれ。あ、外していく、外していく。敵の偵察機、ここはナイフでいく。よいしょ、すんげえついついた。わあ爆死してる。わあ神エム自分で言う。いやだってすごかったと思う今の。あ、あ向こう行っちゃったかな。こっちですなんだって。やめてくれやめてくれ、角度さえ良ければ当たらない。オッケーオッケー、来そうだな。あ右怖い、大丈夫。ああいる、こっち来ないぞ。あいる、来い。よっしゃ、そこリスポンで来るかな。左怖いんだけどな。やっぱ来たか、タイミング悪いな。いや、やっぱね、スナイパースコープ難しく感じる。あれあれ、あ、やべ。オッケー、この距離だったら負けちゃいかんよ。スナイパーだぞ。オッケー。オッケーじゃない。なんか一人いないか。お、来るぞ。よし。いや、うまいな。すげえ大ダメージ。そこいるのは分かってますよ。おお、びっくりした。さあさあ、なかなか。あ、連続ヒルがつらな、つつつつつながらない。急にラップ始めまた、噛みすぎあ、いる、いあ、無理。よいしょ、なあ、ダメだ。あれも外すか、あれ超下手くそじゃね俺この武器に関してはちょっとスナイパースコープは苦手かな。そんな苦手意識は持ちたくないぞこの武器に。気づいてないということはナイフでいくしかないんじゃないかい。オッケー、このジグザグ行動ね、なかなかいいから。オッケー、しっかり狙っていきましょうね。いない、惜しい。お、誰だ、当てた。あ、もう一人いる。オッケー、ヘッドショット。奥が来てるね。外すか、外していくか。このスナイパースコープになった途端キルレが下がるという。あ、おっと、おお、ああ、オッケー、奥かな。うん、そっちけん。あと2キルですよ、やらせてもらいますよ。惜しい、惜しい。痛い、うまい。ん、わあ爆撃されてる。いるね、敵の迫撃砲だ、下がれ。クソ見えない。 OK、 くらえ、よし最後慎重に狙っていきました。はい、ということで今回はレバーアクションですね、使っていきましたが、お、一応これブロンズスターね取ったんですけど、あ、それも流しましょうかね、せっかく。これスナイパースコ、あ、これ神エムじゃんいや嬉しかった。これはすごいよ、レアドロップが85個もある、すげえ集めてんの俺じゃあ今回はユニフォーム賄賂かな、ユニフォームドロップ3つ開けましょう。なんかいい、かっこいいの、かっこいいの、ほい、アンデッドのなんかすげえかっこいいのが来ればいいんだけど、あーはーはー、いいんじゃない。あ、今のアンデッドか、なんかさ、ね、今回の服はかっこいいからそれ当たってほしいんだけど、一応アンデッド来るけど、あ、カードは来ない。武器が来たぞ。はい、ということでこんな感じですね。お、ちょうどレバーアクションの項目なんだね。こんな感じでございました。はい、ということで今回はレバーアクションですね、バリアント名戦術を使ってきましたが、すごく使いやすくて、もうまんまバリスターの感覚で使っていっていいですし、とても使いやすくて、ほんと好きだなこの武器。スナイパーの中で好きです一番で、アイアンサイトがすごく使いやすかったのでおすすめですね。ではこれで一応銃の
新武器は全部紹介したので、次回からはまたパッチが当たった銃だったり、あと近接武器ですね、そちらの紹介というかただ単に使っていくだけの動画だとは思いますが、上げていきますので、もしよろしければぜひ見てください。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ファーモー。